めた外へ福田デイビスです。マスリーンを背負った状態、さあここでフェイクを入れてのシュートが決まりました。受けてモンゴメリー、さあそして内田、昨日の MVP、 トップの位置待っていた、さあ常田のスリーポイントシュートが決まる、フィッシュ。さあ対してここで上田とダブルチームかわしてマクリーン、マクリーンからバウンドパス、ローソンのダンクシュート。非常に知名度の高いプレイヤーです。アレックスゴール下、果敢にアタック、バックリバー、デイビス前へ、アレックス一旦戻します、池田自ら行ったスリーポイントシュート、攻撃力。7点を追う熊本のスローイン、さあローソン飛び込んできた、ローソンのバンクショット、長い腕で落ちていきました。そして長島、スピードがある選手、さあここはジャンパー落ちてもぎ取った、リバウンド強さを見せるデイビス、常田からのパス受けて内田のレイアップが決まる、30点目。マクリーン、モンゴメリーをかわしてゴール下飛び込んできてローソン、しかしこれが決まらない、モンゴメリーが残してローソンが掴んだ、ローソンフェイクを入れながら今度は丁寧にバンクショットを決めてみせました。上里の前にはアレックス、ピックに入るローソン、ピックアンドロールでいったローソンのダンクシュート、エンドワン。このホットライン、上里動き出す、上里が逆サイドへ、待っていたのはキャプテン本村、スリーポイントシュートが決まった。本村なんとかボールをつないでシェリフ経由で山本翔太、山本ボールを見てローソン、折り返してシェリフが来る、そうシェリフのシュートがまず第4クォーター早々に決まります。今日も絶好調の上里、パスを受けて山本翔太、ゴールへ近づいてフローターシュートを決めた、逆転。昨日15得点池田、アレックスこのパスがカットした、山本翔太がボールを奪ってそのままエンドワン。そして福田が待っている、得意のコーナーから打っていってベッドバックダンク、右手で決めたモンゴメリー。残りは1分になります。上里から外へ、磯野のコーナースリー決まった。池田からネタを経由、池田のスリーポイントシュート決まった。ここで意地を見せる、しかしここで時間を使う熊本、パスを回して試合終了のブザーが鳴り響きました。最大17点差をひっくり返しました熊本。